進撃の巨人コラボ第2弾、いい点悪い点を、上げていって雑談をちょっとしていきたいなと思います。最近の特攻の分散ですね。このド S の運営さん、裏マップの全部のキャラに綺麗に別々にって感じで、女型の巨人の兄だけは、両方の特攻を持ってる。これはですね、まあ取っとくべきかなと思います。あと次もやばいですね。おはじきの弱い方の特攻、第1弾のキャラ小特攻だらけです。スターターパック買うとか、復刻キャラを ガシャで当てるしかないかなと。ガシャに関してはいつもの初日っていう感じなんですけど、自分は、初日は回さずに超アップを狙っていこうかなと。射撃の巨人ピークがいるんですよね。これ第1弾の Y ポイント交換キャラだったんですけど、自分交換してませんので、このイベント中には出たいなと思います。次も、やばいんですけど、おはじきの強敵がレベル12まであります。守備の巨人エレンのスキルの解放なので取っとかなきゃいけないかなっていう感じですね。で今回のイベントはですね、まあお助けも東京リベンジャーズコラボの時もお助けは何回かやったんですけど、今回もできればやりたいなと思っているので、チェックしてもらえればと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。